はいどうも、えー、こんにちは。g a チャンネルのガクです。えー、ご無沙汰してし,し,し,しまいましたですねあの。ちょっとバタバタしてましてね、えー、2週間くらいかなあの、間が空いてしまいました。ねえー、本当に申し訳ないです、えー。コメントもね、ちょっとね、返すのが遅くなったりしてて、えー、本当にね、申し訳ないなと思ってるんですけど、ちょっとね、バタバタしてました。えー、今回はね、何をちょっとご紹介しようかなと思,って、えー、思うんですけど、えー、もうこちら、じゃん もうね1週間くらい、1週間もうちょっとか、10日くらいは使ってるかな、えー、ちょっともう開けて使ってます。えー、何かというと、オゾン発生器、ねえーまあ。オゾン発生器っていうか、僕買ったのはあのマイナスイオンも、ね、出るみたいなんですけど、お来客だ。<laughs> ちょっと待ってくださいね。 はい、どうもえー、お待たせしました。あの amazon の多分あの荷物でしたね。あのはい <laughs> ということで、えあの大ン破石ね、えー、ということで、あのまあ、これ何まあ？何のために買ったかっていうとダッシュね、えー、こう匂いをあの嫌な匂いを消してくれるっていうね。除菌とか殺菌作用も若干あるみたいなんですけど。 そこはねちょっとなんかどのぐらい性能があるのかちょっと不確かではありますけどねあのまああの匂い消えるっていうのはねこれも僕実際試してね、えー、すごい効果あったんでまあそれでね、えー、ご紹介しようと思ってますただ使い方の注意点なんかもあるんでね、えー、ちょっとその辺りはあの後で説明をしますからあのしっかりね、えー、確認をした上で使ってくださいねではとりあえずね僕の、えー、一応やってるね、えー、事例を参,あの参考としてね、えー ご紹介しようと思いますはいどうもえっ、ー、とね、えー、とりあえずこれも今映ってますけどまあ何がしたかったかというとやっぱり夏場でね、えー、すごいやっぱ汗かいたりして、まあ、定期的にねこのインナーのとこは外して全部洗ったりはするんですけどやっぱりあのにはいとかもちょっと気になったりする時があるんで、えー、ヘルメットであと一番で、ね、なんか臭かったのがねこの 革のグローブ、ねえー、これもやっぱ毎日使うものでやっぱ汗がねすごく、えー、ついてしまう。で革製品なんですけど一応ね、えー、これ僕使ってるのは太一さんのグローブですけどあの太一さんのホームページの方にもあのあ洗濯ね、えーまあ、手洗いですけどちゃんとあの洗濯してもらってもいいですよって書いてるんであの手洗いはねあの手洗いでの洗濯は結構やってるんですけどやっぱり。 皮の匂いとちょっとその石鹸みたいな匂いがちょっと混ざってなんか嫌な匂いがするとかね、まあ、それとやっぱりこれもそんな頻繁に、ね、洗,うもので洗えるものでもないのであのこういった匂いをな、ね、んと,とかしたいなということでね、えー、今先ほど見せましたこちら、えー、オゾン破石プラスマイナスイオン破石ということでね、えー、この製品を買っていました。 であのさっきも言いましたけど、すごく効果があります。ただ、さっき言ってた注意事項ねちょっと、えー、ご紹介しておきます。えー、もうこれ、ね、今、表が出たと思うんですけど、えー、こちらの方ね、オゾンの濃度に対して、まあ、人体への影響ということで、まああの、なんていうかな、まあ、これ、出どころがどこやっていうのがね、まあ、多分あのいろんなねあの学術研究みたいな資料にも載ってたりとか、でも同じこと書いてるんですよ、どこのサイトでもね。 どこが出所なんかちょっとよくわからないんですけど、まああのえー、要するにこんな感じ、ねえー、こんな感じだからあの濃度が濃すぎるとちょっとやっぱり人体には影響があるということなんでやっぱりその危険性はねしっかり分かった上で使ってもらいたいなと思います僕も買った後でね知ったんでねであのー、オゾンって結構匂いがするんですね僕もねあの匂いで言うとあ海外ではね多分 ホテルとかか、ね、これんついてんのかな海外のホテルとかで匂いが結構したりするような匂いあと、えー、日本で言うんだったらこうプールの消毒液みたいな匂い、えー、こんな感じの匂いがしますだからあの長く吸ってるとねやっぱ気分悪くなったりするかもしれない、えー、そんな匂いですだからまあ,あの表にもね、えー、載ってると思うんですけどやっぱりあの 長時間やっぱり吸ってるとちょっと良くないみたいなんで常時部屋の中でこうつけとくとかいうことは、えー、やめといた方がいいと思いますね、えー、どっちかというとねであと僕トイレとかにねもしこれ1台買って良ければトイレとかにもつけようと思ったんですけどうーんだからやっぱりその人体への影響っていうのを考えるとねちょっとそこら辺はねあのちょっと二の足踏んでるとこありますでヘルメットとかこういったものね小物類に使う場合も 僕はね、こ,うこんな、ちょっと大きな、あの、こうね、えー、ビニール袋を用意して、で、この中に、こう、ヘルメットとかね、えー、こう入れて、で、ちょっとこう、空気をね、やって、で、この機械もね、一緒にこうやって入れて、で、こういう状態にして、こうね、コードだけ出して、あとあの、ポテチ、ポテチとかこう、あの、パチンって止めるクリップね、 100均とかで売ってますよねそれでねこう挟んでますこんな感じねまああのあまりねこのクリップは短いやつだとこう力が強いんでこう電源ケーブル一応挟んじゃうんでねえまあちょっと長めのやつでゆとり持ってねえちょっとこうできるようなやつで真ん中くらいにね電源性通るようにしてやればまあ多分大丈夫だと思うしまあこんな使い方を僕今はしてますんででこの状態でえその ななんてて。いうかな使ってであのー、匂いが結構ねこうヘルメットとかのインナーとかにも染み付いたりするんであのー、なんていうかなつやった後はちょっとこう通気させるまあ外でもいい外の風通しいいところにでも置いとくとかでもいいしまあ扇風機とかにね当ててまあ何分かこうだーッとやっとくとかそれでもちょっとね匂いがやっぱりついたりするんであのー、なんていうかなあのー、こう。 独特の匂いなんで何とも言えないんですけど、あの、プールの,その消毒液の匂いとかが嫌いな、苦手な人は、ちょっとね、使うのやめといた方がいいとか、まあ、そうね、あの、やっぱりやった後は換気っていうか、あの、時間置いてから使った方がいいと思います。だけど、あの、効果はね、すごくある。もう、あの、と思いました。だから、 使いいいい方だけけ間違わなければすごくいいと思いますでこれね実際ちょっとねで電源入れなくていいか、まあ、ここにね P1 とか P2 とかこう出てくるんですよで4段階でレベルをこう強度を変えれますでもうあとは電源ボタンとモードボタン2つしかないんでねで一応ね P1、ね、が一番弱くて3乗くらい P2 が6.1乗 P3 が12畳 P4 が18.5畳ということであの一応設定がね、えー、あるんですけどあの僕の場合はもうさっきのねヘルメットとかをかぶした状態でやるときは P4 一番最強モード、ねえー、で、えー、使ってますでいろいろ調べるとオゾンってやっぱり結構な濃度がないとあまり効果がないみたいなんですよ消,消臭効果、えー、がね、まあ、あのだなので、えー まあ人間がいてない部屋であればね濃度をもうマックスにしてやってあげた方がいいと思いますねだからあのまあ、もう一回表出しますけどこんな表ね要するに人体へ影響があるっていうことがデメリットとして一つあるってことは覚えておいてくださいであともう一つはオゾンって こう酸酸化化を早めるみたいに酸酸化させてしまうみたいなんです、ねまあ,あの鉄とかあのゴムとか、まあ、何でもそうだと思うんだけどもう劣化をさせちゃうみたいなんで、まあ、劣化っていうか劣化を早めるかねなので、えー、まあでもそんなねあのめちゃめちゃ濃い濃度でそのやってたらまああれかもわかんないけどこんな機械だけで どれだけ、ね、劣化具合が早まるかっていうのはちょっと分かんないんですけど、あのー、まあ一応そういうことも起こるということはえ知るだけは知っといた方がいいのかなと思います僕もこの買った後で調べてまあだからなネットの知識しかないんですけどああこんなこともあるんだとなだからや,やりすぎも良くないんだなっていうのはねなんとなく分かったんで,であと使い方としては僕は車 自動車の方であのやっぱりエアコンのほらなんて言うんですかなんかこう酸っぱいっていうかあのあのやっぱり中にこうカビがね生えたりするとそんなにおい出てきますよね時々ねだからあのこれを助手席の下からだいこう内気循環にすると車のこう、ねえー、空気って吸うと思うんですよ助手席の下あたりから。だからこれをあの家の方の方 あの外のコンセントから取って窓,窓からねちょっと開けてこうコード通してでこれを助手席の下あたりに入れてでまた P4 にしてねでも1時間とか2時間とか車使わない時間帯にそれでも誰も乗らない状態にして消臭をあ,あとエンジンというかアクセサリーとかエンジンかけたりしてあの内気循環で送風モードでエアコンオフにして送風モードで循環させるんですよね。 そうするとエアコンの中も、あのー、エバボレーターとかそのあたりも多分まあ殺菌があるのかな効果ちょっと分かんないけどとりあえず匂いは取ってくれてるような感じですあのそこも効果はそれなりに感じてますだからあのなんていうかな消臭スプレーとかで変にやるよりはねなんていうか効果あるような感じはしますそれに1回買ったら何回も使えるしだからあの付き合い方 使い方だけ間違わなければ何て言うかなそんなにこれめちゃめちゃ高いものでもないのであの結構ねいいのかなと思います。で Amazon のコメント欄とかでも結構効果ありますよっていうことは書いてても今僕が言ったような注意点あのデメリットの部分ってあんまり書かれてなかったりしてたので。 あのー、まあそれで僕もあんまり知らずに買っちゃったっていうのもあるんですけどそこはねしっっっかかり分たた上でね、えー、使ってもらえたらえなと思いま,すまあ多分そんなにねこんな家庭用のこんな機械でどれだけ人体に影響が暗いのその濃度オ,ドオゾンの濃度って計測するのって機械がまたねあればいいんですけど多分中途半端に安い機械買っても正確かどうかわからないし。 まあそんな機械わざわざそれだけのために買うかって言ったらそれもないと思うんでねでもまあ,あの表のこう症状を見てたらねそこまで強い濃度になってるとも思えないでね、はい、あの実際僕使っててだからまああの何て言うかなデメリットはでも知った上で買った方がいいと思いますあのでもいい製品なんでもしよかったらね皆さんにもえまあ興味あればね使ってもらえたらと思います え商品はね、概要欄あの,の方にアマゾンリンク貼っときますんで、もしよかったら見てください。よく似た商品ね、アマゾンいっぱいあるんで、とりあえず、どれがあれか、なんていうか、いいのかわからないなっていうんやったら、とりあえず僕、これで試したんでね、もしよかったら買ってみてください。一応ね、簡単ではありますから、そうそうそう、入ってたものは、日本語の簡単なマニュアルね、まあ、と言っても、今言ったように、ボタン2つしかなくて。 ほ、まあ、本当に簡単なね、えー、ものですよね。えー、はいこれとあとなんか登録カードみたいなんですね、えー、こんなやつとあと両面テープねあそうそう背面には一応ネジ穴ねあの時計とかこうかける、えー、やつとあの、まあ、両面テープで貼り,貼り付けるんだったらここへ貼ってべちゃって感じでしょうね。まああの一時だから一時だけ入るからトイレとかでもいいのかも分かんないけど。 うんまあでもあんまり人間がね入るところにはちょっとやりたくないかなという感じはしますけどねまあかんない <laughs> そこら辺はねでもまあ注意はして使ってくださいはいそしたらね、えー、今日はこの辺で失礼しますあのまたいろんなね、えー、ネタやっていこうと思いますの、ね、でよろしくお願いしますそしたら今日この辺で失礼しますさよなら